それでは本日もこちらやっていきましょう。ドラゴンクエスト7、まあ、前回アイラというかもうすでに伊吹だけれども、伊吹がご先祖様に挨拶をしに行ったというイベントを起こしました。じゃあとりあえず次は魔法の国の復活した後のところに行きましょう。場所はだけ見ていて、こっちの方の地形の方見てなかったために交通渋滞に巻き込まれた。ここです。ここの洞窟はなくなってます。あげたものの復活したまわけだ。そのどうだったの、どうなったのでござろう。せっかくだから向かってみるのはいかがでござるか。あげたま、この時代のマジャスって一体どうなんだろうな。でこちらにあった城はもう完全に滅ぼされたようです。違うでしょうか。マーディナス、今は音楽を合わせる文化の国マーディナスへようこそ旅の方。相変わらずこの国は平和そうでござるが、ここまで来たならお城にも行ってみねえか。アゲラマ、旅の疲れを癒すには酒が一番。さあ飲んでいってください。せっかくヨハンが先に酒場に来なかったというのに相変わらずこれはモテない。ダムの神殿で定食でもしようかな。みんな心なしか寂しそうでござるな。まずこちらの踊り子の服、盗みまくっていったやつを なぜか銅の剣はよう取られたかな、よう取れたかな。
ここの中にあった。すっかり魔法研究所の跡地は、この場所ではかつて王の命により最強の魔法を研究していました。しかしそれも過去のこと。今のワーディアスは芸術、子供に音楽に重んじ、人に安らぎを与えています。かつてワーディアス王ゼッペルは行き過ぎた戦争の果てに魔法で自らの姿を魔物に変えました。その力は凄まじく、ワーディアスの城をたやすく壊してしまうほど。結果、2つの国は和平を結び、ゼッペル王は魔法の代わりに絵を始めたそうです。芸術こそが人の心を癒す。戦いに疲れた王はそう考えたのです。王に習い、国民も皆芸術を愛するようになりました。それからは平和が続いています。弾けるようになりたいよ。悲しみに沈む人よ、この調べ聞き耳捧げる。そこの家でこの間お葬式があったようです。ヨハン殿には何か考えがあったのか。それとも葬式ってあんま寝てたくないよな。ヨハン、どうしまったんだ。ようこそ、ここは我らグレイテ姫様のファンクラブです。あなたも入会なさいますか。では、あなたは今日からグレイテ姫ファンクラブ会員番号250番です。会員様には姫様の極秘情報を入手次第お教えいたします。お楽しみに。今日もいいニュースをしてみますよ。グレイテ姫様の好物はなんとオムレツなんですって。ね、私に作ったオムレツを姫様に食べてもらいたいんで。新しい情報が入りましたらまたお知らせします。どうぞお楽しみに。さっき聞いたよ。亡くなられたのはこのコフィジの、このコフィジの父君とは。心よりお悔やみを申し上げるのか。さあ、ここはええおばちゃん関係だぞ。そうだよな、葬式に祭りの曲を聞かれたらブチ切れるわ。まあその人が部類のお祭り好きで、それを曲を葬式に流してくれっていう風な感じだったのならまだしもね。ケアのられんだベイビー、頼むからオイラのことはほっといてくれ。ああ、女性の部屋に転がり込むとはなんとも、別に羨ましくないでござるよ。葬式で罠させたから家を女くれちまったんじゃないのか。なんだけども、
知ってる？この国で一番偉い人はグレーテ様って言うんだ。お城のお城のお姫様なんだよ。お城のお姫様って誰やねん。この国の主、グレート様に会いに来たのがこの扉の向こうへ進むと、城の見学に来たのなら左右の扉から自由に見て回ればいいだろう。私はユミテンと申す。幼き魅力に収まるとは誠あっぱれな姫様でござるな。ちょっとプチプチな肌にはほど遠い人がいるんですけど、それはいいんですかね。あげなまはグレーテ姫に自分の名前を教えた。気長に待つでござるよ。だいぶ先になりますけどね、これ。先ほど姫様より世界中の国へお触れが出されたばかりです。何しろ世界中からトヨラ引きを集めるのですから、ずいぶん時間がかかるでしょう。皆様がいないうちに大会を開いたりしませんので、安心して旅を続けてください。この件もまだ決まってないというのに、トヨラ引きの大会だなんて。グレーテ様、一体何をお考えなのか。難しいというのに、世界中のトラ引きを決める大会を開くとは、やはり準備に大忙しですね。で、ここでは、当てたというか、この中身を調べる魔法をすっかり忘れているという。上級職だといきなり呪文やら何やらを覚えることが多々あります。パーティードレス、これも守備力というよりかっこよさを上げるアイテムですね。とりあえずもう一つの復活した方に行きましょう。もう一つというのは大神殿、そこでマジャスティスを覚えます。で、今度はそのマジャスティスを覚えた状態で過去のマーギラスに行きます。
当たるのもエンドいいから。こうやって飛んでいくという。で開け方はここも同じく十字に切るという。でこうするとここへの道が開けます。でここに入っていくと、間違えた、どっち行ったんね。小さなメダルとで石板をゲットしました。さて帰りましょう。違う宇宙。マーゲラス新館長のこと。新館長、歴代新館長。マゲラマの墓を調べた。そこにはこう書いてあった。知恵ある者よ、何時にさらなる知恵を授けよう。私マーデラス大神官が一生かけて研究した究極の魔法、もはやこの国ではこの魔法を使う者はいないが、もちろん世のためにこれを残そう。その身にかけられし全ての呪文を打ち消す魔法、マジャスティス。願わくば清き心の者がこれを使うように。マーデラス大神官、アゲダマはマジャスティスを覚えた。で今度はこれを過去のマーディラス新館長のところで使います。ああ、ここに移動してくるわけか。というわけでここからダーマ神殿やなくて謎の神殿へ飛んで、まだあそこには橋が橋というか国境の関所がかけられたままです。
で過去のマイディラス新館長にさっきの技を見てます。そうすると今度はギガジャスティスという魔法に変わっています。よくぞまた来よったな。わざわざここまで来たということはわしに何か用でもあったのかな。いや何も言わんでも分かっとるぞ。例の魔法の完成を待っておるんだろう。しかし言いにくいのだが、あの魔法はまだ完成には至っておらんのだ。何、あの魔法はすでに予測しただと。何をバカや言っとるか。あの魔法はまだ研究の必要の夢の魔法じゃ。そうやせやすと予測できるものではないぞ。しかしちゃんと解きたぞ。おい、ちょっと待たれ。お前さんの言っているあの魔法というのはマジャスティスのことだろうな。間違っても本意や別本意のことを言ってるんではないな、うん、そこまで言うならぜひ見せてもらおうではないか。バイキレたことない。もし本当にマジャスティスを解きしたというならば、こいつのこの魔法を取り除いてみせる。マジャスティス、なんたることじゃ。お前さんたちが今使った魔法を紛れもなく、わしが長年夢見てた全ての呪文効果を打ち消す魔法をマジャスティス。わしが使ったのを一度見ただけで、お前さんはそれを会得したというのか。何、この魔法を伝える書物があってだろ。みんなバカなことがあるはずがなかろう。この魔法はわしが考えた。ありゃ、目の前で疲れては今さら疑うわけもいくまいな。とにかくこうなったらわしも負けてはおれん。わしはわしなりの方法でその魔法をきちり抜き、書物として後世に残すまでだ。あげの私、礼をよ。今の魔法を間近に見たおかげでまた一歩完成に近づいた。んでは、わしはすぐに研究に入るぞ。あげの目はまた来るがいい。新刊殿はその書物を書いていたのが自分であるとしたら驚くでござろうね。これできっと魔法の完成も早まるでござろう。大事で、これでもう一度元の世界の方に行きます。そうするとギガジャスティスに変わってます。
でこのマージラスに飛んでからこちらにもう一度行きますと、毎度同じに生き方は十字に切る。十字に切るつっても単に順番通りに動けばいいだけと思われる。で続いて新館長の墓、アゲルマは墓を調べた。そこにはこう書いてあった。知恵ある者よ、何時にさらなる知恵を授けよう。私マーティラス大進化が一生かけて研究した魔法マジャスティス、アゲルマという者たちの協力を得て私はさらに研究を重ねた。これこそが究極の魔法ギガジャスティス。願わくば清き心の者がこれを使うように。マーティラス大進化、これがギガジャスティスを覚えた瞬間。これもう一回やったらあれテラとかになんねえかな。まああのおっさんの寿命が持たないでやろうと思うけど。じゃあとりあえずこれでセーブして終わらせておきたいと思いますと。魔王王国と呼ばれた頃の魔法研究所の名残がこの部屋になります。我々は古くより伝わる書物を紐解いて魔法について学んでおります。ここではセーブができなくなってんのかい。じゃあセーブのできる方へ飛んで、それでは失礼します。